第218回のユルフォアゼミ、この動画の内容は毎回一人一冊書籍を紹介し、それを残りのメンバーで議論し、地位を深めるタイプの活動です。はい、では、お名前お願いします。発表者のジェイミーです。映ってます？はい、ミモリです。おかりです。はい、では、アート、あ、受け入れです。あ、受け入れました。合ってます。はい、向こう側にカプチェルさんね。はい、では、お願いします。はい、はい、今日の課題本は制限しない生き方、理想の自分に近づく3つのステップという本を選びました。はい、この本はどうしてこれを選んだんですか？博士に以前に1冊ぐらい選んでいただいた本があったと思うんですけれども、はい、ちょっと難しくて読み込まないといけないなっていう本ばっかりだったので、はい、本屋に行って平積みされているものをちょっとピックアップしてきました。なるほど、はい、これは何点ですか？結構実践とかそのエクササイズって言って、ね、なんかこうチェック項目とか考えさせられるものがあるんですけど、うん、なんか自己啓発本なんですけど、はい、私は60点ぐらいかな。60点っていうか、まあ、ちゃんとやればできますっていう風なこと書いてあるんですけど、まあ2週間ぐらいで読んでそんな評価なんかつけられないっていう感じですかね。一番もっとこれ やり込むというか、でもなんかそもそも、はい、なんか自分の生い立ちというか、ちっちゃな時のいろんなことが今に影響してますよみたいなことを書いてあるんですね。で、そういうのを克服してなんかこう夢を実現させましょうみたいな内容なんですけど、うん、私別になんか家族のことで困ったとかいうのが特になかったから、うん、全然こうピンとこない、来なかったんですね。だから夢が叶ってるわけでもないし、夢があるわけでもないし、ただその夢を、うん、持ってそれに向かってこう、なんていうんですかね、ちょっとずつこう前に進んでいきましょうみたいな話なんで、うん、ただ自分がその夢って何かなって、その前回のあかりさんのなんか本と、あとあかりさんの今のご職業とか、そういうのをなんか考えたら、なんか私って夢ってなんだろうってちょっと思ったんだけど、はい、発見できなかったし、できない。だから自分の夢を見つけるためにこれを読み始めたけど、そうなんです。夢って、まあそうなんですよ、なんかちょっと改善はしたいみたいな、なんかやりたいんですけど、だからそのこの中でも仕事以外で趣味とかそういうもので、なんか自分の得意なものとかそういうものをこう探し出すというか、こうもう一回こうなんていうんですかね、こうフォーカス当てて考えましょうみたいな感じなんですけど、ちょっとピンとこなかったのと、私がぐうたらなのかわかりませんけど、なんか、っていう感じでしたね。マイボールっぽいんですかね。マイボール、私ちょっとゼミでやってますか？やってますね。じゃあ私ちょっとまだ見えてないですね。それね、でもなんか考え方とかは博士のいろんなことに通じてるなと思いました。その恋愛でそうなっちゃいます。うん、これって博士の これのことだみたいな。うん、出たばかりですよね。でも年末ですね、去年の年末。うん、わかりました。じゃあ、はい、お願いします。はい、これは去年の12月22日に発売されたもので、ディスカバー21っていう出版社から出てます。はい、で女性のジリアン・マイケルさんという方が著者なんですけれども、うん、この方アメリカで、まあ、ダイエットのコーチみたいな感じで有名な方みたいで、はい、ちょっと写真載っけたんですけど、うん、今多分50歳ぐらいなんですよ。はい、でこの人の その生い立ちみたいなのがちょっと載ってたのと、はい、子供の頃に両親が離婚して、うん、それを経験し自分をうつ病と肥満といじめで苦しんだけれども、うん、心理療法っていうので解決の糸口をつかんで、マーシャルアーツ、アメリカ。ちなみにこのレジュメはみんな持ってます？あ、転送させていただきます。はい、わかりました。そのマーシャルアーツ、アメリカンキックボクシングで心身を鍛錬して、逆境を克服。大学卒業後にジムのトレーナーとして活動して、タレントに転身し、
全米で圧倒的支持を集めている人です。ってことはタレントだ。そうですね、うん、まあ、なんか後でいろいろ出てくるんですけど、こう視聴者参加型のダイエット大会じゃないけど競わせるみたいなことやってるみたいで、ビリーとブートキャンプみたいな、ビリーズブートキャンプ。懐かしい。みんなやってましたね。たくさんやりました。やりません。任せるのってるみたいな。そういうのをやってる方もいます。なるほどね。はい。で、一応営業士とトレーナーの資格を持っていて、心理学と成功哲学にも造形が深い。で、テレビとラジオの出演多数、特にダイエットとトレーニングで減量を目指す視聴者参加型のテレビ番組は全米で好評を博しているそうです。うん、でフィットネス本は200万部を超えるベストセラーとなっていて、ビデオは500万部を超える大ヒット記録を樹立、うん、ヘルス誌で全米ナンバーワンの健康美の持ち主に選出されています、うん、で慈善活動にも熱心で、がん撲滅キャンペーンなどを通じて社会貢献をしている方です。この人は何歳ですか。今50歳ぐらいです、うん、金髪の夫人です。うん、なんか写真があるけど顔整形してますかね。わかんないけど、なんか唇か唇は入れてますよ、ね、なんかよくあるじゃん。ちょっと流行った、うん、ピラーってやつ、ピラーなんていうんですかね、レグライアンがやったやつですよね。レグライアンがすごい薄い唇で可愛いじゃないですか。だけどちょっと厚くしてレグライアン厚くして失敗したって言われて、うん、なんかいろいろ高いですね。なんかほら、加納京子さん的なね。うん、そうそうそう。そう、はい、役者は弓木隆さんという方です。うん、でこれはですね、初めにというのがあって、その次にパート1、パート2、パート3というのがあって、終わりという形の目次になっています。はい。うん、テレビで有名になった人で、ダイエットが有名、はいはい、ただダイエットがき、まあ、もちろん彼女 の, その専門なんですけど、なんかそういうのを通してこう、なんていうんですかね、自分の夢を見つけてそれを達成していきましょうっていうことをこの本で言っているんですよね、うん、でちょっと初めにを読むと、はい、大多数の人は密かに絶望しながら生きていると19世紀のアメリカの思想家のヘンリー・デイビッド・ソローという人が言ってるんですけど、うん、この、何でしたっけ名前、この方のジリアンさん、そう、ジリアンさんはこの言葉に強い衝撃を受けます、はい、なぜなら紛れもない真実だからです、うん、しかしそれは私たちのあるべき姿ではありません。どんな夢を持っていようとそれを叶えられない理由はどこにもないのです。あなたが夢を持っているのには必ず理由があります。運命、でも夢は持ってないですよ、ね、私は持ってないですよ。だから必ず理由があるって言われてもそもそもない夢って何かありますか、はい、ない夢がない人、夢って何か何だろう。博士はあれですか、あのマイノリティスクールでいろんないっぱいあれも結婚させるみたいな夢じゃないですかね。ニコリ先生が、うん、あ、来た、こんにちは、こんにちは、どうですか、すぐ死んだスニーカー死んだどうしようもいい、あ、すいません、はい、遅くなりました、荷物下、あ、下置きますか、あ、いいですよ、こんにちは、あ、でも、じゃあ、あ、下ろしてくれた、あ、大丈夫、うん、いや、すいません、始めてくださいない、あ、分かりました、じゃあちょっと夢、はい、自分はないんですけど、はい、そのあなたが夢を持っているのには必ず理由があります。運命、宿命、使命などどんな呼び方をしようと夢は人生の目的になるのです、すべ、うん、て何でも叶おうとしてもない、夢っていうと大きくなっちゃう気がします、うん、なんかちっちゃいのがあるんですか。ちっちゃいのっていうか、
なんか大それたこと考えてるからないと思っちゃうかもしれないですけど。なんで大それてることって何ですか。いやいや、ないんですよ。それがないから、例えば小林さんはね、そのアメリカとかそういうニューヨークとかで個展開くとか、そういうすごいなんかそうあるじゃないですか。でも前回聞いて、夢ってなんかそういう風にのことだよなと思ったんですよ。じゃあそうじゃなくてもよくてもないとかある？願望？願望。それは宝くじなんて仕事辞めたいとかそういうことですか？ああ、いいんじゃない？それには理由があるんですか？全然、理由あるけど、でも全然それをなんか何かしてこう、なんていうんですか？でも宝くじ当ててっていうのは手段じゃないですか？そうですね、仕事辞めたいんですね。かな？理由、あの、あ、夢は、夢はっていうか、夢、夢っていうか仕事を辞めても裕福で暮らしていけるような収入が欲しい、はい、うん、はい、それも夢なのかな、わかんないです。だからちょっとそもそもここでうんって思っちゃったんですけど、 で目的になると言ってるんですね、うん、ところが自分の欲求や野心を抑制して生きていると本当の自分を見失ってしまい、途方に暮れながら人生とはこんなものかと思うようになります、うん、しかしその答えはノーです、うん、おもちさん来られた。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。遅くなりました。人はみんな苦しみと弱さを喜びと強さに変える力を持っている。自分らしさを追求する夢は必ず実現できます。要はその夢を実現する方法を学べばいいのですと言ってるんです。でもこの夢を持ってる人はほとんどこの中にいないんで、うん、誰に向けても書かれてないっていうか、そうだから夢を聞きたいと思ったです。男性、そう言われたら昔から海外移住したい、でも、はい、しようと思えばできるんだなって今思った。そうですよね、確かに。しちゃいますね。はい。で、うん、昔から憧れです。松さんは夢とかありますか？夢ですか？はい、夢、夢、海外とかに別荘欲しいです。おー、いい、いい。上地さんはどうですか？私？はい。あの、家を建てたいですね。家を建てたい。みんな庶民的な夢。うん。でも、家建てない。なんか私の夢っていうのって、なんか仕事の延長なのかなと思ったんですよ。と思っちゃったから、今の仕事全然そんな夢ないなと思っちゃった。ああ、そうか。例えば、あかりさんの印象がものすごく強くて、はい、すごいお仕事とその、うん、っていうのがなんか連動してるじゃないですか、うん、なるほど。だからかもしれない。アメリカ人ですね、この人。そうです。アメリカ人ってみんな夢を追ってるんですかね。なんか当たり前に夢があるみたいな言い方してますよね、うん、そうなんです。この人の周りの人はそこに、うん、でも日本人ってなんか少なさそうですよね。それを聞いてパッて言える人がね、うん、多分なんか外国の人ですけど、まあホリエモンとか少なさそうな気がする。あと誰だっけ、あのプペルを作った人、西野なんとかとかね、夢語りそうですよね、うん、家を建てるとかでも十分夢じゃないですか、うん、私は十分夢だと思う、うん、仕事も家を建てようと思ったら建てれる気がしますけどね、うん、海外移住しようと思ったらできるんです、うん、そうなんです。躊躇なくをつけたらどうですか？躊躇なく海外在住できるように躊躇なく建てる。躊躇なく建てる。お金ないのに。いや、家なんかローン組めば別に海外だって別に向こうでちょっとこう貧困な生活すれば。そうなんですよね、はい、うん、何でもいいやと思って行けばできるんです。そうですね、とりあえずね。そうそう、お金があればできますね。うん、お金があればできるし、お金がなくても今の生活ぐらいだったら、なんかあの目次を読んで、あの前回私がやった思考は現実化するにちょっと似てるなと。そうなんですよ、考えてること、コロナ禍で考えてることがをなんかこう、まあ自己暗示的なものもあると思うんですけど、うん、そう思ってると行動がそうなっちゃうよっていうことを言ってて、本当は持ってる、我々は持ってるかもしれないけど、
なんかそんなできるはずがないと思ってなくなってるみたいなこと。そうなんです。それがですね、でちょっといきなり1に行っちゃうとですね、さすが、パート1ね、パート1の中の1なんですけど、ちょっとこれ項目がいろいろあって、まずその1パート1っていうのは想像力を働かせましょうと言ってるんですね、うん、でその中に1にあって自分の情熱を見極める、まあ、自分が何にこう興味があるかとかっていうのをまず見つけましょう、見極めましょうっていうのと、うん、見極めたらそれの細部を詰めましょうって言ってるんです、まあうん、でまず見極めましょう自分の情熱をっていうのは、私たちは誰もが幸せになる権利を持っているんだけれども、うん、いつの間にか家族とか友人とか宗教とか社会によって人生は苦しみの連続だという考え方を植え付けられてしまっているんです、うん、というんです。ただこれは嘘ですとジリーナさんは言ってて、うん、現状に満足するように付けられてしまっているんですっていうんです、うん、で私たちは満足してしまってるんだけど、その情熱をかきたてて人生で欲しいものを追い求めることで自分らしさを発揮して夢を叶えることができると言っていて、成功したいと思って決意したならば、うん、成功できない理由はどこにもないと言ってるんですよね。うん、なんだけどちょっと前に誰だったかな、幸福は少し先にあるみたいな本があったんですよね。ちょっと調べてみよう。みんなこのジリアンさんと逆に、みんな今現状に満足してなくて、ちょっと先を見るんだと。あ、だから、例えばお金持ちになったら幸せになれる、家を建てたら幸せになれるっていうふうに言ってみんな現状に満足していないんだと、うん、でも現状に満足しない限りずっとずっといつも幸せが先にあるんで、うん、人生終わっちゃいますよって言ってて、うん、2010年ぐらいに。え、タレを知る的なことですか。タレを知るというか、なんか、この市場主義の社会が今あなた幸せじゃないですよねと、うん、それは何々を買ってないからですとか、うん、何々に慣れてないからですって言われ続けているので、うん、今は幸せじゃない、次何かをすると幸せになれる、うん、何かになったら次何かをすると幸せになれると言われ続けてると。でそれをやめましょう、うん、今ここに幸せがあるんですっていうことのまた逆を言ってますね、この人。ただ、うん、後で出てくるんですけど、はい、現実を生きましょう、今この瞬間を生きましょうとは言ってる。この瞬間を生きるけど、でしかもなんか成功ってことは、今は成功してないってことが前提なんですよね。うん、今は成功、いや、そうですね、みんなその萎縮してるというか、そのこれが、ま、現状がこれでいいんだというふうに、ま、満足してるんだというふうに周りから、うん、世間からいろんなことから押し付けられてるから、うん、本当はそうじゃなくて、もっとこう自分にやりたいこととか夢とかを追い求めることもできるんだけど、やめとけやめとけみたいな。そうですね、ここに書いてあるのが、例えば、うん、社会は私たちにいろいろなことを欲しがるのはいいけど、常識的な程度にとどめなさいと言いますと、うんうん、具体的には快適な暮らしを求めるのはいいけど、一定の範囲内にとどめなさい、 2,3 人の子供を持ち幸せな生活、結婚生活を送るのはいいけれども、素敵な土地に豪邸を建てて理想の人と結婚生活を送り、大好きなことを職業にしたいなんて分不相応なことを考えるなというわけです。なるほど、うん、大学生が起業して億万長者になりたいというと、ほとんどの人はその学生を生意気な赤造と呼び、大それたことを言うなと叱りつけます。親、教師、世間の対応反応は、人生はそんなに甘くない、みんなと同じように我慢して働けというものでしょう、うん、その学生は圧力に屈するかもしれないし、しないかもしれません。でまたちょっとこの例が出てくるんですけど、 YouTube の共同創業者チャド・ハーリーとスティーブ・チェン、ジョード・カリンは社会の圧力に屈せずにやりたいことをして大成功を収めて、自分の会社を16億5000万ドルで Google に売却しました、うん、この人たちは社会の圧力に屈しなかった人たちですって言ってるんです。僕はその社会の声として反応して、はい、じゃあまあ僕はその Google とかそういうことがあんま詳しくないけれども、まあ、お笑い芸人で、M1 で優勝して売れると、そういう人いたじゃないですか、うん、例えば誰だろうな、まあ、錦鯉でも誰でもいいんですけど、うん、その裏に
ずっとその好きなことをしまくった挙句何にもなれなかった人もいるじゃないですか、うんうんうん、その人たちはこの人を知ってるの知ってるっていうかそういう人たちのことは何も言わないのかそう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  その話って、ちょっと話を変えると、はい、宝くじで10億当てた人いますよねって、うん、だから買わなきゃダメですよ買ってくださいって言ってるのと同じような気がする、うん、みんながみんなじゃないんですよ成功した宝くじ当たった人のを取り上げて言ってるだけじゃんっていうそれはどう反論するのそういうことは書いてないんですただあのお金とかで幸せが買えると主張してないんです私が言ってるのは成功を収めた創造的な人たちは傲慢な成り上がり者ではなくて大好きなことをして成功した人たちだということです大好きなことをして成功してない人たちはそれは大好きなことが見つからなくてってことですか違いますあのまたよしかなんかの小説の火花に出てくるお笑い芸人がいるんですけど、はい、もう売れるために一生懸命頑張っても全然売れないんですよ、うん、挙句の果てにあのずっと付き合ってた彼女と別れて一人で生きていくことを決めたみたいな小説なんですよね芸人って結構大変ですよみたいなその人好きなことしてるけど売れないうんこの人はだから好きなことしたら売れると思ってるってこと正しい努力をすれば正しいじゃあそれこれから教えてくれるんですねまあそうですねうん、うん、で私たちがこの世に生きているのは情熱を育み夢を実現し人生という経験を最大限に活用するためです苦しむために生きているのではなくて何かを成し遂げてなれる最高の自分になるために生きているのです、うん、と言ってるちょっとどうしましたいや、ピッとこないやと、だってそんなことも思わないそうだからそんなことも思わない何かを成し遂げて最高とかまあただどっちも言えるんですよね、うん、なんかこの方が例えば、現状を認めて諦めろって書いてあったらまた僕は反論するんですけど、うん、あの、なんでしょうねそのそうですよね、まあ、じゃあ除湿します除湿はい、確かに本当はもっとすごいことができるのに自分はこれぐらいだと思っちゃって可能性を捨ててる人はいっぱいいると思います、うん、でも一方でその YouTube を売った人みたいにそれはあのマルコム・グラッドウェルがアウトライヤーと呼んでるとんでもない外れ値だと思うんですよ、うん、幸運が重なった人、うんを取り上げるのはちょっとやめてくれって思っちゃうんですよ、うん、その逆に説得力がなくなるというかだからいろいろ出てくるんですけど多分それも多分これ今からお話ししたら博士おさめにおっしゃる例えば、はい、オプラ・ウィンフリーとか誰ですかオプラ・ウィンフリーあのアメリカのタレントオプラ・ウィンフリーってあの、はい、フィーフィーしか知らないそれは聞くんですけどエジプトのタレントの司会とかいるんですけど、はい、彼女は貧しい家庭に生まれて幼少期に性的虐待を受けた人でうん、あと人種差別が強く残っていた時代に育ったんですけれども今や世界で最も影響のある女性の一人として活躍しているまあそういう人もいるじゃん、うん、大きなハンディキャップを乗り越えて成功を収めたデモンです彼女が成功できたのだからあなたも成功できないわけありませんっていう成功したいと決意するなら成功できない理由はどこにもないからですっていうこれってあのもうなんか40年前から議論されて散々そうじゃないって反論を受けてることはその人知らないんだよ、うんでもこれなんかすごいベストセラーになってるみたいなんですよ、まあ、でもそんななんかじゃあ古い考え方というか、はい、アメリカ人は全然学習してないってことですかねあトランプ行けみたいな、うん、トランプはアメリカを変えてくれるみたいなアメリカンドリームっていう言葉があるぐらいだからなんかその夢を持ってるのが当たり前なのかもしれないそうあのそれで思ったけどアメリカってまあ今新しい副大統領が大統領候補になっていますけれどもその前までバイデンとトランプから争ってたじゃないですか、はい、もうお互い80歳ぐらいですよ、うん、でアメリカが元気だったのってあの人たちは若かった頃だと思うんですよね、うん、だから今全然うまくいってないと思ってるからあの頃のなんかアメリカを取り戻せになっているようなだからずっとこうなんか俺たちがうまくいかないのは
何かが間違ってるせいだと思ってる人たちが集まりな気がするんですよ。何かっていうのは何だと思います？何かっていうのは本当はアメリカ強い国で本当はアメリカは最高であるはずだと、うん、で何かっていうのは例えば何だろうな、うん、日本が、まあ、今は違うか、まあ、昔だったら車を安く作ってる不当に、うん、それが原因だとか、だからアメリカファーストとか言っちゃうのは俺たちがいろいろ譲ってあげたおかげ、譲ってあげた結果俺たちが苦しんでるんだと、あるいはメキシコから流れてくる移民たちのせいだみたいな、でそういうふうにしていくとちゃんとやれば俺たちはうまくいくっていう人たちが結構集まってるのかなと思ってたんですよね。それがこの本を買ってるっていう、ですよね。だからそのメキシコに壁作って入れないようにするとか、そうすれば俺たちはうまくいくと、ショックだったのが、夢を持つことは誰にとっても呼吸すると同じくらい自然にできるはずですが、残念ながら多くの人はその方法を忘れてしまっています。なるほど。私たちは希望を持つことを恐れ失敗するのではないかという不安に取りつかれ野心を持つことを恥じていますが、その恐れや不安に正当な理由は一つもありません。野心を抑圧するようになってしまって心の声を聞いて本来の目的に向かって進む能力を失っているのです。結局、無難な人生を送ろうとするばかりで、どん底を経験しない代わりに飛躍することもありません。本当の意味で生きているのではなく、単に生活しているだけです。厳しいんですよ。厳しいっていうか、いや、わかんない。夢を持ってるのは、そうじゃない人は、ただ単にこういう人生を歩いてる。平坦だね。こういうのが必要だって。山に谷ありであるべきだと。はい、難しいな、でもな。年齢にもよると思う。20代からまあ36とかそれぐらいまではガンガンいけって僕は思ってて、うんうんうん、失敗してもリカバリーできますもんね。リカバリーできるし、上まで登れたら最高じゃないですか。これ誰向けに書いてるんだっていう話もあるね。これそれが誰向けっていうのがなんか載ってるんですか。出た。こんな人におすすめ。より良い自分になることを諦めたくない。自己肯定感が低く、よく自分なんかと思ってしまう人、うん、本当は叶えたい夢や理想があるのに私はこれぐらいでいいやと思っている人、あとやめたいと思っている悪い習慣がなかなかやめられない人、うん、自分を大切にしてくれない人とばかり付き合ってしまう人、親との関係性に悩んでいる人。それ当てはまってたんですね。どれかね。だって手に取って、より良い自分になること諦めたくないかな。より良い自分って何ですか。何でしょう。それは具体的にってなると、はい、ちょっと点点点になっちゃうと、あとは私結構自己肯定感が低いようなこと言われるんですけど、身の程を知ってるだけだろだけですと思っちゃう。ああ、なるほどね。うん、この本で言ってるそうじゃダメだっていう、あ、少し見た方がいいかもしれません。すいません。OK、すいません。難しいですよね。でもだからこの、何さんだっけ、ジリアンだっけ、はい、ジリアンに言わせれば、はい、あなたはそうですって言いそうですよね、うん、自分を諦めちゃってる、うん、最後さん何か思うことありますか。何もない。サッコさんと、はい、あかりさんはなんかこうほら自分のなんかこう、もう何、仕事と目的が結構一致してそうな、なんか、ね、夢を叶えようとしてる人か叶えた人みたいな、うんうん、なんですけど、さっこさん今、はい、そういう夢と、あ、この前ちょっと語学ですよね。語学もやりたいですし、でも潜在意識ともっと仲良くなりたいなっていう希望は、なんですか、潜在意識と仲良くなりたいって。よく若井さんも前回言ってたじゃないですか、そのようなことを。潜在意識があるとそのようになっていくみたいな。でもここにも潜在意識じゃないけど、さっき言ってましたよね、心のその、あれがあるんですよね。思ってることが、表に出てくるから、だから思考が芸術化するっていう感じの、そうね、僕とかは最近はなんかこう、自分が
見つけたなんか恋愛の法則とか人生の法則みたいなのをこうちゃんと書いて、それをすごいぞとみんなが認めるということがあったら嬉しいなと思う反面、書くのめんどくせえなと思っちゃうんですよね。なんかあのゆるふわ の, あの番組の方で、はい、あの方、先生になった方、博士さんが、その博士がプロトコルか何か古いやつを 今現在の感じにこう更新してやってますよ ね, やってましたね。でもああいうふうにやってくださる方がいるじゃないですか、はい、いるけどあれじゃないんですよ、ね、僕は、うん、なんだろうな、あのメンデルの法則って知ってますよ、はい、知ってますね。遺伝のメンデルを作って、あのメンデルの法則っていうのは、父方と母方が、まあ、お父さんお母さんと結婚して子供を産んだ時に、その親の形質がどう伝わるかっていうのを遺伝子が発見されるずっと前に発見した人なんですよ。でもメンデルって発見したけど、すごいって言った人誰もいなくて、亡くなってから20年くらいしてからすごいって言われ始める、再発見して俺すごいの発見したと思ったら、過去の論文見てたらメンデルがずっと前にやってたみたいな、そういう すごいものを、うん、メンデルみたいなやつは悲しいんだけど、うん、すごいってこう言われたいっていうのはあるんだけど、そのためには書かなきゃいけないんですよね、うん、でも書くのめんどくさいんですよね。誰か代理で書いてくれる人が見つかるかもしれないです。代理で書いてくれて、しかもその、まあ、論文とかだと別に誰かを感動させる必要ないんですけど、うん、本だと誰か感動させないと広めてくれないんですよ。うん、エンタメも入れないといけないんですよ、うん、そうするとめんどくさいなと思っているうちにもう5年も10年も時間が経っていくと、言ってみたらチート幸福論だと本にしたらどうですかっていうふうにね、うん、あれさんから言われて、でも多分なかなか、でもそれで動画でまとめてくれたりしてるけど、うん、特に反応ないっていう、すごいじゃないですかとかコメントがいっぱいつくようになったら、じゃあ本にしますみたいな、でも誰も反応してない。でもこのタイトルにある通り、そのエンタメとか入れなきゃいけないっていう制限が博士の中でかかっているから、それを外せばみたいなことをこの本で言ってるんじゃないですか。本当？いやでも結局エンタメがなきゃダメだと思うんだよな。つまんない、その普通にこうただ書いただけでも、で、なんとかシッタールダムカジっていうあの小説家とドキュメンタリー作家がいるんですよ。でその人はガンの本を出したんですよね。がん4000年の歴史と病気を人類をどう発見して今どういう状況かって本を出したんです。でそれはなんかピューリッツァー賞から取ってるんですよ、ドキュメンタリー部門みたいな。ですごい面白いエンタメが入ってるんです。っていうのもみんながんだって気にするじゃないですか。だって2人1人が出ますもんね。そうなんですよ。でだからその病気なんでみんな自分のことのようにこう読んで面白いんですけど、その人は遺伝子って本出したんですよね。その後でめちゃくちゃ退屈なんですよ。難しくてみんなが理解できないってことですか。そう、うん、同じように書いてあるんですよ中身は。でもガンだと自分のことに感じるけど、遺伝子だと急になんか確実に何でしょうね、DNA の構造がこうなっていて、それをワトソンとクリックを発見したんだとか言われても、うん、教科書と一緒に感じるんですよ、ね、だこのやっぱり右側のその何右側のガン4000年の歴史は大ヒットするけど、うん、遺伝子は全然ヒットしないんですよ、うん、やっぱりエンタメいるじゃんと思っちゃうんです、うん、幸福の本を書いたところで、うん、なんだろうな、なんか不幸のどん底にあなたは今落ちてませんかみたいなことから入っていかないと、うん、それは簡単に幸福にできちゃうんですよみたいな、うん、で考えると面倒くさいなと思っちゃう。だから結局だから、まあ、夢はあるものの面倒くさいなと思ってるうちに10年が経ち、多分死ぬ直前まで行くんでしょうね。そんな、うん、でもそのじゃあ博士のその夢をちょっと取り上げていっていいですか。ああ、うん、あのまあじゃあそれは博士は面倒くさいと思ってちょっと難しい、まあ、ちょっと停滞というか全然動いてないという形なんですけど、はい、まあそういうふうにあのじゃあありますと夢がある、はい、それはちょっと 今現在は進んでないけどっていう場合に、はい、じゃあ、はい、これから最後を詰めていきましょう、その夢を叶えたり、これもあの大谷翔平のこういうなんかまたすごい人が出ちゃった、そういうなんかマトリックスみたいなのをやり出す、大谷翔平なんてさ、あそれ言ったらあれになっちゃうけど、うん、もう
体とかいろんなこと恵まれまくってるじゃん。さらに努力できる人なんですか。さらにできる。うん。まあね、だからもともと持ってるものが違うんじゃなくて僕は思っちゃうけど、まあいいや、どうぞ。うん、なのであの、うち多くの人はその夢という大枠が決まれば準備が完了したと考えがちですが、それは間違いです。なるほど。人生のビジョンを持っているなら、それをより小さな目標に細分化し、進捗状況を把握して、ね、うん、継続するための明確な目標を持つ必要があるのです。それもその気が起きないんだよね。わかる。明確な目標を持たなければさまよいながら人生を送ったり、自分に合わない生き方をしたりする羽目になってしまいます。で、私たち人間は奇妙な真実があります。脳は現実と想像をはっきりと区別できないのです、うん、ですか。みんなそう言いますね。あ、イメージトレーニングによって心の力を活用すれば人生の目的を明確にできます、うん、で、段階的にあの追って説明していきますと、まずエクササイズがあって、1、現実的なビジョンを描く。あ、それは夢のってこと。夢の、イメージトレーニングでは非現実的なことは目指してはいけません。空を飛んだり透明人間になったりしている姿を想像するのは努力の無駄遣いです。こんなことは当たり前のように思えるけれども、私たちは往々にして非現実的な目標を立てて失敗のお膳立てをすることがよくあります。うん、はい、次で、うん、で、努力で変えることができないものを加味して現実的なビジョンを描きましょう。身長160センチでバスケットボールが大好きだったとしましょう、うん、残念ながらそれではプロに転向するのは現実的ではないけれど、アマチュアの地元のアマチュアリーグで7選手として活躍したり指導者になったということは可能です。いや、だったら嫌いだけど、ちっちゃくなっちゃいます、夢が。そう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 、うん、それが制限なんじゃないんだ。でもそれが現実的じゃないからっていう。じゃあ、ものすごい、まあ、大金持ちになりたいとするじゃん、うん、そしたらこの本では、いや、それは現実的じゃないんで、まあ、1500万ぐらいに抑えておきましょうみたいなこと。いや、じゃあ、そのお金持ちになりたいと思ったら、じゃあ、お金持ちになるためにどんなことが必要かを考えておきましょうと思います。細分化していくから。そうか、うん、この本とまた違う本で、はい、なんてことだったかな、なんか似たような夢を現実化するような本が出てて、まあ、それの場合は、むしろ現実的に考えるとか書いてあるんですよ、うん、それが制限を作る。何でしたっけね、あの本ゼミでやったんですか。いや、何でしたっけ、多分同じ本なんだよ。勝手に叶うからどうやったら叶うかを考えるなって書いてるやつですよね。それ、いや、その本じゃないかもしれないけど、そういう内容の本ですね。そういう本って結構あるんですよ。勝手に叶う。あの、だから結局こうし、この本にあるように、現実的な、例えば夢を叶えるときに現実的な目標とか何すべきかって書くじゃないですか。そうすると結局夢って、そのあなたが信じてる中でしか叶わないんですよねと、うん、でもほとんど夢叶えてる人って全然違うとこから来るんですと。人が連れてくると思うんですか。誰、人が連れてきたりとか、なんか変なチャンスが急に訪れたりする、うん、だからむしろ考えるなと、うん、とにかくやってくるの待つですか。いや、夢が叶った状態をまず想像しろって言うんですよ。例えば大金持ちで言ったら、僕はね、あの、何、ものすごい広いお風呂の中でぼんやり寝てて、なんだろうな、まあ、それはよく見たらカリブ海に浮かんでる船のところで、僕が電話に出て、いや、それを売れとなんかこう執事がなんか持ってきて、あの、なんか言いそうです、あ、僕の本言っちゃったルーテル様、あの、お電話ですと、うん、分かった、それ売れ、うん、はい、で、またこう、カリブ海のお風呂とかにいるっていうようなのを、あたかも現実のように浮かべろっていうんですよ。それ通じるんですけど、もっと後の方に出てくるんですけど、心の姿勢を改善するっていう項目があって、うん、あなたの現実は心の姿勢が作り出している、うん、ネガティブな発言はそれを心が信じて現実になってしまうから、うん、人間は心の中で信じていることを引き寄せるの。そうね、そうそう、自分の思いが行動に影響を及ぼし、その行動が現実を作り出す、はい、うん、私たちは心の中で恐れていることを作り出してしまうと、うん、言ってるので、多分その、でも透明人間になるのを思い浮かべるなって言ってるじゃん、はい、空を飛ぶのを思い浮かべるの、うん、じゃあ境界線ってどこにあるのっていう。例えばで、しかもなんか160センチの人バスケットボールになるのを考えるなって言ってるじゃん。それ透明人間のちょっと現実に近いですよね。あの、なんだろう、
あまり叶いそうにないことですだからですね、プロの転向性。叶いそうにない。でもそれも制限をかけてるってことですよね。と言いたいんですよね。例えば今の日本代表の河村君とか富樫っているじゃないですか。はい、ご覧になってますか。よかったですよ、ね。立とか。とか彼だって70センチあるかないかぐらいだけど、選手になってる。選手になってるから適材適所があるんだと。そう、この本の通りにしてたらなれないってわけですね、彼は。まあ それが気になるんだと、なんかその僕が読んだ本だと、その著者の娘がいるんですよね。で娘は、ヨーロッパが大学生なんですけど、ヨーロッパで、イタリア語を学びたい、イタリアに行って学びたい、でお金はあんまり出したくないって言った時に、なんか、応募する応募要項みたいなのが学校に貼ってあったらしいんですよ。いくつかの条件を満たせば、あなたは、例えばヨーロッパで語学の勉強できますって言ったら、その著者の父親がそんな応募するなと、もっとすごいのが来るからって言ったんですよ。でそしたらしばらく何もしないでいたんですよ。とにかくまあ叶うからそれだけ信じとけって言ったら、向こうからなんかなんだかな、なんかお父さんとかの関係なんかなんかで、一人なんか何人かの人が足りないんですと。でヨーロッパのあるその研究室なんかでに、お手伝いしてくれませんか、お金全部出しますって言ってきて、もう全然違う、その応募して何か努力して受かるんじゃなくて、向こうからオファーが来て金もらっていけるみたいな。それってお父さんがそういう情報をつかれたとかじゃなくて、違う、私は何もそんなこと考えてないんだと、ただ私には分かるんだと、予言者みたいな、お前の、いやそれは、娘、それ娘さんに対して、自分が限界と思ってる常識的な叶うということを考えてたら、そこで止まっちゃいますよと、もっとすごいの起きると信じなさいと、信じたら向こうから来るからっていう、なんとなくよく行く世界とか、そういうこと、そういう感じなんです。あ、というのとは違うなと思ったんです、この本は。まあどっちが正しいか知らんけど、確かに。でもなんかそっちの方がなんかいいですね。いいけど、いいそっちがいいんだけど、それ本当かなっていうのもありますもんね。なんか出任せ的な感じですよね、そのお父さんだって。そうそうそう、適当なこと言ってるでしょうみたいな。それが現実化したからいいけど。そうですよね。そうそうそう。いや、その人はそれ全部ずっと本書いてるんですけど、なんか量子力学とかそういうなんか怪しげなものをいっぱい出してくるんですよね。引き寄せとかそういうんですか。引き寄せとかそういうやつなんですよね。この世界は基本的に時間とかないって言うんですよね。時間は我々が経験していく順番で来てるだけで、なんかしかも未来って、まあパラレルワールドって聞いたことありますか、別の世界があるんですね。我々が例えば今日雨で来ないジェイミーさんと来たジェイミーさんっていうのも2つの世界に分かれてて、それぞれそれぞれ存在してるらしい。それぞれ存在してる。で、いくつも M 限にある、いろんな可能性がある。でその時にこれは僕が言ったことじゃないんですよ。その著者が言ってることなんだけど、もう全て思い通りに日本人じゃないんです。外国の人、名前、まあ、調べると出てきますけど、もう全て叶ってる世界がまずあるんです、あらゆるワールド。でそこをもう思い浮かべればそっちに行きますよって言うんですよ。おーワークするワークするワークするんだ。ワーク、違う、ピッて瞬間移動しちゃって、瞬間移動ではなくて全部存在してるんですよ。でも意識がある私は今ここにいるから、それは、選べなかったら選ばなかった方向に行ってるんですよ、ね。私うまくいかないなっていうふうに思ってるとしたら、そっち側に行ってるジェームさんで、思い通り行きますよって言ったら、次の選択はいつもこっち側に行ってる、そのうまくいく方に選択しちゃってるんですよ。バンバン勝手に自由に成功してる方向を浮かべると、そっち側のパラレルワールドにどんどんこう、ジェームさんは行くので、自己暗示的なことなんですか。でも、まあ、信じてるとしたら自己暗示と似てるかもしれない。って彼は言います。博士はどう思います？その考え。悩ましい。悩ましい。ちょっと信じたい気持ちもあるけど、嘘つけって気持ちもある。ただ、まあ、ある程度はそういうことが起きてはいるんですよね。起きてはいる。そんな思いもやらないところから話が来たりとか、お金もらったりとか、そういうのが起きてはいる。まあそれさておき、はい。でこの人はだから現実にかなうスケジュールに落とせって言ってますね、はい。
でさらに具体的に表現しようと言ってて、成功のビジョンを具体的に思い描きましょう、うんうん、例えば新しい仕事についている姿を想像するなら、通勤の様子、新しい服、それを着た自分、うんうん、職場で出会う人たち、労働時間、家族や趣味とのバランスをイメージしてください、うん、自分の現在のライフスタイルをもとに、それがどんどん変化していく様子を想像しましょう。なんかでもあれは入りそうですよね、邪魔が。そんなわけないじゃんっていう自分ができそうじゃない。例えば僕の部屋にクーラーがつくっていうのが頭にあるんですけど、はい、絶対つかないなと思う自分がいるんです。そっか、それ博士一人じゃ決められないからですよね。恋愛とかもそうじゃん、うん、相手があるそう、うん、自分だけで完結しないことってことですか。でもほとんどのことは自分だけで完結しないと思うんですよ、うん、なので例えばすごくなんか婚活だってね、もう理想的な男の人と結婚するのが一番いいわけですよね。想像するじゃないですか。いや、かな、どうだろうっていう。波のことを知ってると、そんなことって思っちゃうんですよ。でも結局、結果出していく人って、自分が分かってて、これぐらいだろうっていうところで成し遂げるんですよ。で、その生徒さんの一人は、すごい夢見てるし、信じてるんですよ。すごい叶うと。結局、めちゃくちゃ断られて、やっと叶ったと思ったら、クリスマスの夜にいなくなり、よくそのおっしゃるやつですよね。そうそうそう、あれで、うん、その人が YouTube 見てたら私はそれと思うかもしれない、うん、はい、すごく、まあ、か彼女から見てかっこいい男性がいて、うん、めちゃくちゃこう愛の言葉を告げて、うん、結婚しよう結婚しようとかいろいろ言ってたのに、うん、クリスマスになったから消えて、そこで全然連絡つかなくなったっていう。で、僕は前から言ってたんですよね、いやこれ消えるぞとか。それはその女性が釣り合ってないからですか。いや、あの結婚しないようなオーラが出てるんですよ、その彼から。つまり、うん、なんだろう、口先だけでいろんなこと言ってくれるけど行動してないとか、うん、なんか、友達に彼女として紹介してって言ったら、そのいや、いないんだよ友達はとか、うん、とかあまり詳しく言えないけど、忙しいとか言いながら SNS めちゃくちゃアップ投稿してて、うんうん、しかも家族がいたかもしれないんですか。家族がいる可能性もありますが、年齢的にはいなさそうなんですけど、ただ結婚する年齢じゃないぐらい若いんですよ、その20代前半とか。あまり詳しく言えないけどね。で、夢を叶えようとしてる人なんですよ。じゃあバランスのスイッチがない、全然ダメなんですよ。全然オフなんですよね。だからその人は信じてたけど、結局結婚できない、できてないっていうか。本当に信じてたんですかね。信じてるっていう体だし、だけど本当は信じきれてないっていう可能性だ。それすごくいい質問で、うん、結局こういう本は分かんないけど、こういう引き寄せの本でできなかった時に言われることって、本当は信じてなかったです、ね、いや、それ言われちゃったからそんな分かんない。それ難しいですよね。叶ってないのは信じきれてないから。数学のなんか、解けない、なんていうか、数学っていう学問分野って自分の中に矛盾を抱えてるんですよ。そのこのスピリチュアルも矛盾を抱えてて、叶わなかったらそれは信じてないからですって言っちゃえば終わりっていう、うん、そんなの自分で絶対分かるようないじゃないですか。うん、人から判断されたくないですよね。判断されたくないし、うん、自分で言われた時に、ああ、そうなんだっていう、あんなに真相信じては信じてなかったとか言われちゃったらどうしようもないですよね。そうですよね。そう。逃げ道がありますね、そういう方。そうなんですよ。うん、でも傍から見たら絶対信じてないだろうなっていうのが明確に分かる場合もありますよね。傍から見て信じてる人がうまくいってないのを僕はよく見てるんです、うん、でも信じてるって本人は言ってるけど、本当は信じきれてないからその行動なんだなって思うことってないですか。ありますけど、その人は今の話には含まれてないです、うん、僕は見てて。例えばその女性も信じきれてないから博士に相談してるわけじゃないですか、はい、いや、そんなことない。婚活をしていて、婚活なのに出会った人なんで、うん、で僕はいや、それはちょっと難しそうな気がします。いや、私はあのそんなことないです。叶うと思ってます。わかりました。うん、あなたが叶うと思うならやってみてください。で、そんな結末になったらどうなんですか。あ、やっぱ僕の中では、おしゃれだったから、ね、俺が引き寄せたのって。いや、そんなことないけど。ほら、やっぱりそういうこと起きたなと思ったら、すごいショックを受けて、うん、前乗りスクールやめました、ね。やめちゃったの、立ち直れないっつって。いや、そうか。そう、第2弾はね、夫婦と信じればいいの。いやー、そうですけどね。そこで気づけば、すごい自信がありますよね、その人。そういう人多いですよ。不思議。あの、なんか、
ジャニーズの誰々君と付き合ってると信じてる人とか難しい。信じてるとしか思えないんですよ。だってライブとかで目が合ったとか言うから、そう目が合ったとか、いやと久しぶりってなんか一時期その、ジャニーズのある男性と付き合ってると信じてる人がいて、はい、でもジャニーズっていろいろ厳しいんで、あの好き同士でも会えなかったりするわけですよ。向こうはそのファンクラブとかいろんなものに縛られて会えないんだって信じてるわけですよ。ね、で、ある時もういいと、あ そこまで私のこと構ってくれないんだったら、ライブに行くのやめるって言ってやめてたんですね、うん、2年ぐらい。で2年後にもう一回ライブ行ったら、なんかおかえりとかライブって言ったらしいんですよ、彼は。ほらみたいな、私が久しぶりに行ったらおかえりって私に言ってくれたと。いや違うと思うけど、みたいな僕思ってるわけですけど。でもう、まあ、もしかしたら本当かもしれないんで、彼に聞いてみてくださいと。ああ聞けば分かるじゃないですか、うん、よくおっしゃるやつですよね。そうそうそう、最終手段というか実験をしようと、うん、あの合ってるかどうか。その方はそれ以外は普通の方なんですか？それ以外の普通、いや精神的なものが何かあるのかなと思っちゃう。そういう人が何年かに一人現れるんですよね、うん、これで言ったらその人たちみんな離れてるはずちゃうと思うんだけど、うんうん、まあそれはさておき、持ちさなんかありますか？うん、いやどっちの意見もなんかよくある自己啓発とかになんかありそうだなと思って聞いてました。持ちさんからどう進む、持ちさん自身も、はい、叶う叶うと思って叶ったことがあるのか、はい、それともそんなことないのか、はい、どうですか？でも割と叶いました、叶ってることが多いなと思います。うん、それはやっぱり現実に起こりそうなことを信じてるってことですか？あ、全然現実以上、普通はそこまでいけないのにみたいな。そうですね、なんかラッキーだな、うん、自分にの身の丈よりもいい結果を得られることもあるなって感じです。得られないこともあると。得られないこともあるけど、思い得られることも。それってみんなそうな気がするんだよな。うん、まあいいか。上杉さんどうですか？この人の生い立ちをちょっと見てたんですね。お、さすがネットで調べてくれるやつ。うん、なんか半行のところに女性の名前が書いてあったんですけど、うん、ハイディ・ローズっていう女性と同棲してたんですね、うん、で2人はその一緒に住んでいた時に、はい、2歳の長女を養子にとって、うん、でそのと同月にあのローズさんは男児を出産した。でその後も、うん、あのそれが2012年のことで、その後2018年まで一緒にいて、でその後関係を解消したって書いてあったんですけど、うん、彼女は本当に、ね、願ってることを全てうまく活かせることができるのだったら、この恋愛関係もうまくいってたんじゃないのかなと思ったんですけど、まあでも博士が恋愛は相手がいることだから、うまくいかない。いやー、そのままだな。この芸人じゃレズビアンってことですかね？いや、バイセクシャルかもしれないですけど、余計に難しい。うん、なんかそんな見合わせたことを言ってますね。健全な愛を信じている、それだけ言っておくわ。私が女性と恋に落ちればとっても良いことで、男性と恋に落ちたとしても同じことが言えるわって言ってるので、バイセクシャルかもしれません。混乱してきたから元に。で、その後に、はい、その後また別 の, あの女性とあのパートナーになってるんですけど、ああ、うん、なるほど。うん、その願いを認識することができなかったのかなと。うん、この本を書いたのが最近なんで、その後に気づいたかもしれないですよね。ああ、そうですか。ちょっとでも、なんか複雑で、私はちょっと理解できなかったんですけど、その、
ランティを出産したってことは、はい、1年以内にそのローズさんは他の男性と関係を持ったってことだから、それは許してるのになんかうまくいかなかったんだなみたいな。同意なんじゃないですか。同意のだって男女じゃなくて子供が作れないんだから、うん、男女その、うん、男性を2人で選んで、ただその人が産んだだけかもしれない。でも養子を取ってますよね。養子も取ってるんです。2人子供がいるんです。うん、次行きましょうか。はい、いやなんかこの人その最初にあったプロフィールで説明した通り、その親が離婚していて、うつ病と肥満で、あといじめで苦しいになってあって、この心理療法で解決の糸口をつかんだって言うんですけど、お母さんが5歳からその心理療法っていうのに行かせてたらしいんですよ。自分の子供がね、子供、彼女をね、はい、それでなんかお母さんが行かせたってすごくない？5歳から行く？しかも書いてあるんですよ。でそれで良くなったって書いてあって、でお母さんも結局最後は大学に通って、はい、なんか博士号かなんか取ってるんですよ、そういう。うん、でお父さんはお父さんですごいなんか子供に対してこう自分後から出てくるんですけど、自分のそういう嫌な面とかを他の他者に投影してこうきつく当たったりとかするですって。なんていうの、ちょっとじゃあそれはちょっと後で話します。それはすいません。どうしよう。自分の嫌なところを他者に投影して攻撃する、うん、そう、だから上司がケチって自分がケチだったら、あの上司ケチだなっていう自分のケチのことを言う。うん、なんかもうちょっと読みますと、なんか、ちょっとエクササイズっていうのがあって、そのなんかこう、人生がうまくいかない本当の原因は反復脅迫というものだと言ってる心理学で、うん、で、例えば反復脅迫っていうのは身近に起きる現象です。具体的な例として典型的なものとしては、くだらない男とばかり付き合うとか、人生、自分の人生を台無しにしてしまいかねない人をいつも引き寄せる、うん、で、ちょっと思ったのはこれって博士がおっしゃる因果律なのかなと思って、うん、こういう同じパターンに陥って同じ問題に何度も悩まされるっていうのって、大抵の場合は人々は自分が頭が悪いからとか魅力がないからとか性格が暗いからそうなるんだと思ってるけど、そうじゃなくって本当の原因はあなたがさまざまな短所を持っていることではなくて、自分の自滅的な行動パターンに気づいていないことにあるのです。必ずしもそうじゃないけど、はい、例えばあなたはアクションの男を引き寄せてしまう根本原因に気づいていません。あなたは権威者と折り合いが悪く職場で反抗的な態度を取ってしまう根本原因に気づいていません。それらの問題を不運のせいにする人がいますが、それは違います、うん、そういう人は問題の本質に気づいていません、うん、運がいいとか悪いとかいうのは見当違いです、うん、運とは準備か機会と出会うことですから、運が悪いと感じる原因は日頃の準備が足りないために潜ってきた機会を生かさないことですって言ってて、うん、で私たちは自滅的な行動パターンを回避して自分の本来の力を取り戻さなければなりません。過去の不快な経験や感情を繰り返すような行動を取るのをやめる必要があります。自滅的な行動パターンに気づかない理由は、その行動が薬に満ちているあまり、心の中で抑圧してしまうからです。その中で復活してしまう。心の中で抑圧してしまう。心の中で抑圧してしまう。で、人間の心理を避けて通ることはできない。解決されない問題は何度も繰り返されます。うん。で、そういうふうに気づかない理由っていうのが、
あの自分の人生を振り返って不快な出来事を思い出したがる人はいないけど、あのそういうふうな怒りとか悲しみとかっていうのは対象の対象が親を含めて家族であることが多いっていうんですよ。幼少期の育ち方とか周りにいる人たちの影響を受けてると言ってて、家族であるそういう親とかがあなたのお手本でありあなたの人格形成に重大な役割を果たす、うん、ます、うん、で自分の親に怒りを感じたがる人はいないでしょう。それは不快なことですし相手と心理的な距離が生じて見捨てられたような気分になります。ましてまた孤独や罪悪感怒りや混乱の原因にもなります。そのため私たちは自分の過去を丹念に検証する代わりに私の子供時代は素晴らしかったとか私の両親は完璧だったとか言うんです、うん、こんな風に子供時代の不快な部分を否認するのは親を愛していて彼らを責めたり怒りを感じたりしたくないからですっていうのが出てくるんですよ。そのなんか今うまくいってないのは幼少期のいろんなことが自分の中で解決してなくてそのせいでこうなってるとかっていきなり言ってくるんですよ、うん、まあ、そういうふうに言う人いますよね、うん、フロイト学部の人みたいな、うん、はい、でもそれってそういう人もいるよねじゃないんですよ。みんなそうだってことですか、ね、みんなそうだと書いてはないんですけど、うん、ちょっと締めるわ、うん、ありがとうございます。人生がうまくいかない本当の理由のその反復脅迫っていうのが自分が抱えている問題の本質が理解できなくて無意識にトラウマを克服しようとして不幸なパターンを繰り返している。そういう人もたまにはいるよねって感じかな僕は。例えば同じ失敗が起きるとしてそれってその人の性格ではなくてそのある女性がいたとしたら、はい、めちゃめちゃその見た目が魅力的でなんかスタイルもいい、うん、となると変な男がいっぱい来たりするわけですよ、うん、それって親の育て方と関係ないじゃんって思うんですよ。だからそういうこともその親の育てられ方が原因で起きることもあれば、そうじゃない理由で起きることもあるだろうなと思うんですよ、うん、その人のなんて言うんですか個があってことですか。個人的にその例えばその周りのことに影響されなくても、うん、その人が生まれ落ちた時からの宿命みたいなことですか。それもあります。いろいろあると思います。あの生まれた場所とかね、うん、はい、うん、生まれた時代とか、うん、それが本人関係なく起きることで、うん、親との関係を克服したところで同じ問題が何度も起きると思うんですよね、うん、そういうのって因果律じゃないんですか。それは因果律ですけどこの人は それは分かってないだろうなと思いました、うん。で例えば、うん、そのすっごい美人でいろんな人引き寄せる人っていうのはいいも悪いも引き寄せるじゃないですか、はい、その場合の悪いの引き寄せない方法って何かあるんですか。あ、お母さんが何かありますね。指南するんですかそういう人に対してしますね、まあ、出会う場所を変えろと言います。うーん、あとは、まあ、服を変えろっていうのもありますね。あ、ですごい勢いで近づく人を避ける。うん、なんだろう、もう何か情熱的にもう何か何でもするぞとか言ってくる人が現れて、うんうん、その人に大体持ってかれちゃうんですよね。うん、でも落ち着いてもっと見極めろと、うん、まあ、行動と、言葉が一致していますかとか、うん、一番最初に近づく人間ですぐにもう会った瞬間に付き合ってくださいってやつは危ないぞとかね、うん、それが分かるとちょもうちょっと。そういう人って一回そういう目にあったら学習しないんですか。しない人もいますよね、うん、毎回苦しめられてるっていう、すごく情熱的に近づいてくるから付き合うけどいつも振られちゃいますみたいな、うん、あの遊ばれちゃいますとか、うん、単純にマッチングアプリを変えるだけで変わったりしますからね、うん、そっか、その前のいろんな男性の種類が違いますってやつですね、はい、いるアプリによって違いますと、うん、それは親のと関係ないですもんね、うん、毎回私失敗しますっていうのは親の育て方と関係ないと思うんですよね、うん、確かに。じゃあちょっと
この人が言ってるこのことはちょっと終わりますね。そう現在のちょっとじゃ続きちょっとなっちゃうんですけど、またその、はい、博士に反応していただきたいんですけど、うん、現在の生活に支障をきたしている過去の問題に気づいたら、次のステップはその問題の発端となった人たちを許すことです。うん、自滅的な行動パターンはの大半は幼少期のトラウマに由来しますが、大人になってからも人生でつまずく原因になります。うん、で人生では嫌なことがよく起こりますが、それを未然に防ぐ知識を持ってない人は被害者になってしまうことがあります。うん、例えば次のように思ったことないですか。私は異性に愛されるほど魅力的ではない、かっこよくないからいつも振られてしまう、頭が悪いからいくら頑張ってもダメだ、こういうのは多くの場合あの自己嫌悪で大人になってからも悩ませ続けられますけど、これはちょっと前のページで言ってた反復脅迫となって現れます。うん、で幸いこの章で紹介する自己探求っていうのを行えば、自滅的な行動パターンに気づいて軌道修正することができます。うん、で自分の人生に責任を持って前向きに生きていくための選択をして自己嫌悪から解放されましょう。うん、で他者を許すことを学ばない限りいいことは起こりません。うん、だからこそ自分を傷つけた人たちを許す方法を見つける必要があるのです。うん、で相手を許すことは相手のためではなく自分のために相手を許しましょう。うん、許すことは仲直りすることではなくて、自分が受けた心の傷を癒し、より豊かで有意義な人生を送ることにあるのです。うん、多くの研究では恨みを抱き続けることはうつ病とか不眠、疲労、さらに高血圧を引き起こす恐れがあることが判明している。そういうものに莫大なエネルギーを消費するのはやめましょう。うん、で恨みを捨てない限り、私たちはその苦痛を何度も再現して自分の人生に深刻な打撃を与えることになります。でそういうことをしていると人間関係が凝り固まって損なってしまって、仕事や家庭に支障をきたし、新しいことや人に心を開くことができなくなってしまいます。で新しい素晴らしい経験をすることができなくなってしまうんです。であなたは誰かを恨んでませんか、うん、って言うんですけど、うん、またここでも私別に誰も恨んでないなと思いながら、うん、誰か恨んでることに気づいてないだけじゃないですか。そうですかね。よしありますか。なんかうまくいかないことが誰かのせいだと思ったりとかすることってありますか。そう思いたい。もうそうじゃないって分かってるけど、相手のせいにしたい時ってありますよね。うん、まあせいにしようと思えばいくらでもできますもんね。岸田総理のせいだ。大きいですね、日本は。国のせいだな。あいつのせいで今日本は苦しんでいる。そう言ってる人いますもんね。いやそれで言うと、今ここに書いてた話はよく聞く話も結構入ってるんですよね。誰かを許すことで人生スムーズにいきますよっていうのはよく言われてることだけど、なんかいくつもの言葉をこう関連づけると嘘くさくなるというか、あなたがうまくいってないのは幼少期に何かを恨んでるからですよっていうのをちょっと言い過ぎな気がするんだよね。でもしあなたが誰かを恨んでるとしたら、それはやめた方がいいってなら分かるんですよ。はい、でもそうじゃない人もいますよねと思いますけど、あと恨んでるからとか、そいつのせいで俺はうまくいかないと思ってることでと、あともう一個、自分はモテないっていうことと、また別な感じもしますね。うん、自分はモテないと思って、話術を磨き、モテるようになったりもしますから、うん、それと誰かを恨んでると、また話が違いますもんね。だから、混ぜすぎ危険みたいな。うん、なんか一緒くたにして、このせいだってことにしちゃってるってことですよね。そう、その文章を僕だったら、そう、何か原因でこうだっていうときは、ちゃんとこれは1対1で全員に当てはまるように書いてほしいというか、そう
私たちが抱えている問題の大半は子供時代のトラウマに起因しています。それだよ、それ。誰かに傷つけられたという感情を傷っているなら心を開いて相手を許しましょう。そう、お前だろって言うのがある、うん、著者に対して。そう、だから、博士がおっしゃるいろんな恋愛とかの相談も自分が経験したことが基本になってて、なんていうんですか、その経験のことでしか話せないけど、その先生たちいるじゃないですか。はい。あの、そうそう、いろんな人のことを見てるから、あらゆることに答えられますって言ってるのとあれですね、その人は自分がその経験したことでしか書いてないっていう。そう、多くの著者は自分の経験で書くんですよね、うんうん、だからトラウマたま出てくるんだと思います、うん、親と特にで、この人が多分克服した時に発見したと思ったと思うね、うん、自分の人生を変える何かに出会うとそれがもう法則だと思っちゃうんで、うん、かなって。まあ、ただ誰かを恨んだりとか誰かのせいだっていう時に誰かを許すっていうのはいいっていうのは僕もそうし、よく言われていることでもある。どうですか、もちろん。いや、今のところは特に大丈夫です。はい、上手さんどうですか、新しいジリアン情報ありますか。ジリアンだっけ。ジリアン情報じゃないんですけど、あの、はい、博士が前からあのサイトで、美しすぎてその言い寄られてしまう、困ってる人の役に立ちたいっておっしゃってたじゃないですか。そんなこと言った言ってましたっけ。ませんでした。美しすぎて困ってる人を助けたいなんて言った覚えないんだけど。なんかそういうのなんですけど、魅力的な人がいたらもうシャットアウトするってことをおっしゃってましたよね。それ言った。そう、なるべく近づかないように。なんか最近そのなんか活動家みたいな人で、髪を長かった時にめちゃめちゃその男関係で言い寄られてすごい嫌な思いをしたんで、なんか頭を全部丸坊主にしちゃった人がいるんですよ。活動家って何の活動家ですか。確かに何の活動家ですか。なんか政治活動とかそういう。名前わかります。こうやってる人、名前調べればわかると思いますけど今はわかんないです。日本人ですか。日本人です。日本人です。でちょっとツイッターで話題になったんですけど、あの、うん、はい、どうぞ。で、そんなに髪があった時も芸能人みたいに綺麗ではなかったけど、まあ、本人が嫌だったらそういうなんていうのかな、海の方向もあるんですだろうけど、博士だったらどういう。いや、その人は全く分かんない。出会い活動家丸坊主で今調べてるけど一切出てこない。出てこないです。あ、活動家っていうあれでは出てこないと思うよ。なんかその政治、この間選挙とかあったじゃないですか。ありましたね、その時に、ね、その時に確か出てきたと思うんで、なんか都知事選に丸坊主を出てきたっけ。丸坊主にする以外にないなんか方法ないのかなと私は思ったんですよね。なんか博士だったらなんかその美しさを隠した方がいいんですかね、そういう美しすぎる人っていうのは。いや、僕その美しすぎる人がその活動家っていうのがまず嘘つけって僕思ってるというか、本当に美しすぎますかっていうのをまず聞きたくなるので、うん、あ、それは私その本人の段なので、本人がそう言ってるとしたら私はその人自身が現実を歪めて見てるかもなと思っちゃうんですけどね、うん、実際私も見てもそんなに綺麗ではないかなと思うんですけど、でももし本当にそういう綺麗な人がいたとしたらどうやってその生きるのか、綺麗、いつも思うのが綺麗なこととかも、うん、まあ、医者であることとかもいろんなことって武器にはなるわけですよ、うん、医者だからモテるとかね、はい、例えばでも武器って、諸刃の剣で、使い方誤ると利用されたりとかするんですよね。だから結構電話相談でも、はい、お医者さんの男性がとんでもない鬼嫁に騙されてる人って いるんですよ医者であるがゆえに近づいてくる人たちがいるわけで、うん、いますよね。だからそれはその武器の使い方を知らなきゃいけないんですよね。
はい、だから、まあ、女性に気をつけるので、その医者が女性に気をつけるのであれば、こういう女性は気をつけろっていうのが分かってれば、医者という武器を最大限利用して、あの自分が結婚したい女性と結婚できますよね。で女性もそうですよ。美しさっていうのは武器なんだけど、さっき言ったようにとんでもない遊ばれるたり利用されたりするんで、男という生き物を知っていればそれは利用できますよね、ってことです。丸坊主にするとか普通の、はい、で普通の人ってあの美しくなるために整形も辞さないっていう感じじゃないですか。 むしろ見せたいっていうか美しい姿を。一部の人そうですね、はい、うん、でも本当に嫌だとなんか隠したくなるもの。いやそれはあるでしょ。だって大人になんか、うん、なんかセクハラみたいなことされたりとかするわけですよね。どっかの、うん、映画監督とかになんか演技指導だとか言われて変なことされちゃったりするんですよね。それは嫌ですよね、うん、でも利用すれば上には上がってきますよね、うん、武器を、うん、ありがとうございます。あ、いや、いや、ありがとうございます、うん、なんでこの話だったんですか。いや、なんかさっきそんな話をしてたから、うん、なんか綺麗とそのマッチングサイトアプリのサイトを変えろと。うん、まあ綺麗であることでこうなんかチヤホヤされまくってあんまり中身を見分けないって人もいますけどね。うん、それ本にありましたね、博士の本に。それはさておき、あ、うん、私からは以上です。ありがとうございます、はい。なんかあの夢をまず見つけましょう。その細部を詰めていきましょう、うん、で、まあそのうまくいかないのはその幼少期のトラウマのせいだとか言ってることがまずあって、はい、でそれを克服しました。それが足かせになってると、はい、それで今度は今度はこの夢を追い求めるための具体的な方法を考えていこうっていう、うんですよ、うんうん、で私たちが失敗する要因の 99.9% は準備不足ですと、うん、準備不足で知識が自然に身につくのを待つのではなく積極的に身につけていこうと言ってるんです、うん、準備するためにね。準備するために、うん、で、まあ、例えばその勉強するのもなんていうんですか、エキスパートの人から学ぶことを やろうと、うん、信頼できる情報源にアクセスすることが重要です、うん、だからなんかまたちょっと思ったのが、恋愛とかを友達に相談しても全然意味ないです。自分の味方になるようなこと言ってくれるぐらいで全然その、うん、なんていうんですか、解決方法は出てきませんよって言いません？言います。じゃなくて専門家に相談してくださいっていうのが、専門家もいろいろいるけどね。そうですね、グッドウィル推奨のですね。そうなっちゃうんですかね、うん、専門家も自分の経験だけで言ってる人も多いからね。でもよくそういう人が恋愛バスティの中のグッドウィル博士推奨じゃなくてやってるなと思うんです。それはそれで人気があるんですか？あれは一つはまずニフティっていう会社は知ってます？はい、ニフティが電話相談を昔してたんですよね、うん、その中ですごくたくさんの、電話相談をしてくる人に支持されているベスト10みたいなのが いるんですよ、うん、その中から選んでるっていうのはあります。だからもともと僕は恋愛ユニバーシティって書いてるんで、はい、いろんな考えの人がいていいんじゃないかっていう発想なんですよね、うん、だから僕推奨マークはつけてないものの、支持されてる人は正義だと思ってるんで入ってます。ただ僕と真逆の意見の人が時々言いますね。復縁したけどすぐ連絡しようみたいな。でもその博士がおっしゃるのはなんかタイプというかあるじゃないですか、そのなんていうんですか、その若い子でくっついたり離れたりを繰り返すような人だったらなんか、なんていうんですか、その弾みでそういうこと起きてるから連絡しろとかなんかありません？なんか
なんかいませんでしたっけ。うーん、一応その6ヶ月とかその半年とか3ヶ月とかありますけど、うん、そうじゃない場合もありますよ。こういう時は連絡してもいいですよみたいなのありますよね。たまに連絡してもいいものがあるかもね。そうで、その私専門家に学びましょう。次は信頼できるメンターを持ちましょう。うん、良いメンターを見つけることは容易ではないけれども、自分にぴったり合うメンターを見つけるための戦略を紹介しましょう。まあいいよ。まず自分が必要としているサポートを見極める。どんなことを必要としているかっていうのを見極めて、それに合った人を見つけると、合った人っていうか、そういう風な時に支援してくれる人を見つけるのが、自分がこう必要としているものを見極めれば見つけることは簡単です。なるほど。大金持ちになりたければ大金持ちの専門家っていうのがいるわけです。そうですね。あとメンター候補者を見つけるのに、当初は持ってみなかった人が自分にとって重要なメンターになってくれることがあります。メンターは様々なタイプがあるから、家族とか友人から候補者を探したりとか、先生とか同僚に目を向けるといいでしょう。知らない人に相談するという選択肢を除外する必要はありません。それについては次の項目で説明します。なんかその指導を願い出る前に計画を立てておきましょう。相手のことを知らないんだったら調べて、自分がのことを真剣に受け止めてもらう必要があります。連絡方法とか、まあ、メールとか手紙とかで選ぶ。でその人は何で選んだかっていうのを説明しなくちゃいけない。そのメンターになってほしいっていうことを。で無理な時もあります。ただそういう時は適切な時間時期に適切な人が現れるから心配しなくていいと言ってます。その自分がこの人にメンターになってほしいと思っててアプローチしてもダメだった場合は、結局縁がなかった他の人が来るから心配するなって。あと憧れの人の真似をしましょう、うん、憧れてる人がいても接触できない場合が結構あるでしょうかなって言います。なるほど。でロールモデルっていうのは一人に限定する必要はない。いろんな人を参考にしてください。であと練習すれば才能はいくらでも伸ばせるって言ってて、うん、練習とは学んだことを応用することです。例えば自分の業界のナンバーワンを目指すんだったら、必要なスキルがしっかり身につくまでひたすら練習する必要があります。練習すれば完璧になるという格言がありますが、それは正しい方法で練習する場合に限定されます、うん、正しい方法って正しい方法については書いてないです、まあ、テニスとかだったら分かりますよね。スポーツだったら正しい方法ってありそうですよね。こういう角度でテニスのこと書いてあります。書いてあった。万全と練習しても効果がない。どんな技術を磨きたいかを考え、それをエネルギーに それにエネルギーを注ぐことが上達の秘訣です、対戦相手が誰で、その人が自分より強いかどうかを心配しても意味はない。あなたが目指すべきなのはストローク、ボレー、スマッシュ、サーブの技術を磨いて、どんな対戦相手よりも強くなることです。でもそれはテニスが分かりやすいからですよ、うん、もっと分かりにくい、例えばなんだろうな、A 君と付き合うみたいな、誰々さんと付き合いたいっていうのの正しい練習方法って何ですか、うん、博士に相談？そうなっちゃいます。場合によっては無理ですって言うかもしれないです。で思い出したんですけど、今その夜7時とか10時からやってる番組だじゃないですか。はい、ライブね。ライブ相談者を増やしたいっていうまでやってらっしゃるっていう、うん、その中で、はい、携帯ショップの店員さんに来てる人がいて、45歳の30歳ぐらいに見えるって言われるんですけど、けど30歳ぐらいに見えるんですけど45歳のあるほとんど恋愛経験のない女性がいて、うん、それが携帯ショップにいる30歳に見える
男性に一目惚れしたと。なんとか付き合う方法ありませんかっていう。すごい博士が苦慮しながらその指南してるのを聞いてて、なんかこの人どんな人かアメリカがりたいと思ったんです。うん、そうね、思いますよね。だってそう、なんか付き惚れしないように、うん、でもなかなか何回も受けないですよね、そのショップに。携帯ショップに。だからそのケースをこういうの買うとかとかとしてたんですけど、ね、うん、液晶割れてって。そうそうそう。何が何でもそういろいろ調べて、スーパーで配ってるよとか、うん、SNS とか調べてね。パーマかけてたって言ってませんでしたっけ、パーマヘアスタイルを変えたとか言ってたんですよ。あ、その彼がパーマかけてた、うん、ヘアスタイル変えた。私もパーマかけたいと思ってるんですけど、どこですかみたいなのね、とかっていういろんなことを博士が指南されてて、その人も毎回投稿してきますよね。あ、やってるんですかそれをちゃんと。いや、もうそもそも前回に相談がつき、あの携帯ショップに行く理由がなくなっちゃった。でその前に彼がどっか違うショップに行ったかもみたいな。でそれでまたかかってきたんですよね。うん、その彼はいないんだけどいいですか？他の人でもいいですか？ですかっていう、あのその店からお店に時々行ってたんだけど、うん、その彼を指名してたわけですよ。うん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 、でも彼はちょっと今他のところに行ってるんで他の人でもいいですかって言ったら、その方が、いやダメですと、うん、あのやっぱり慣れてる人がいいんで、あの人にしてくださいって言ったっていう。おー、そういうことが電話かかってくる時点で避けられてるんじゃないかと思ったんですよね、私。それはあり得る。うーん、いや、本当に違うかもしれないけど。うん、でもな、片思い、一番難しいとおっしゃいますし、難しい。あんまり相談がないと、その人がいっぱいいろんなことを書いてきますよね。いや、それは、いや、それは頼んだと思ってません。それはそれで、そっか映ってる。前その人みたいなこと。それはそれで、うまくいくこともあるかもしれないんで、一応その聞かれたら答えますけど、あと本当に電話相談してくれたら、あなたの見た目を見せろって言います。で僕は多分その見た時に例えば、いやーなるほどって。サックスさんに見えませんねとかそういうことをおっしゃるとかですか。言うかもね。いやその時一回僕は「いやうん」とか言うと「いや正直に言ってください」とか言ってくるんで、うん、正直に「いや言えないですよ正直には」とか一回言っといて「いや言ってください」って言ったら「いや見えません」。年相応です。年相応ですし、うん、まあ、でも彼の年齢も分かりませんからね。ちなみに見えるだけですよねとおっしゃってましたもんね。そうそう、だから分かんないですよね。そう、しかもその彼が誰もが素敵だという思うイケメンであればそれは大変ですよ。うん、でも彼女だけがイケメンと思ってるし、普通の人かもしれないよね。うん、だからまあ分かんないんですけど、まあでもよくあるんですよ。そのアラフォーからだんだん、なんか、すごく若々しい人とかいろんな人に憧れるものの恋愛は別に始まらないっていう、よくあるんですよ。もちろん何かありますか？コメントに困りますね、ちょっと。いや、困るんですけど。いやでもちょっと最近ライブ見れてなかったんで、ちょっとその相談者さんと博士のやり取りアーカイブで確認しようかなと思いました。大変なこと、はい、でも常連さんですものね、その方。いや僕はまあ見てほしいと思ってますよ。できればですよ。うん、へー、でも好きにならない人が多い中、はい、そういういいなって思う人ができたってことはいいですよね。いやそうとは思わない。いるんですよ、うん、まあ、僕のところ相談してくる人は悩んでる人が選ばれてるだけなんで、うん、それは全体とは思わないけど、なんかジムのインストラクターだったり、うん、いつも言ってますけどね、美容師さんだったり、自分の生活の中にいる人を別に深く知りもしないのにめちゃくちゃ好きになるってよくあるんですよ、うん、で携帯ショップの店員にしろ、まあ、お客さんだから優しくするわけですよ、うん、そうするとハマるっていう、まあ、うまくいかない可能性が高かったとしても別に、まあ、その人の人生の中がちょっと豊かになるのであればいい、豊かになるのであればいいですよ、うん、でもそれと依存って結構近くて、うん、なんか寝ても覚めてもその人のことしか考えられなくなり、うん、なんか一喜一憂しみたいなことになると健康ではないだろうなと。そうちょっと楽しくなるぐらいだったらいいんですかね、うん、どうぞ、もしさんどうぞ。あ、そういうのって男性の方が多いイメージなんですけど、女性も結構いらっしゃる。うん、僕のところに男性の相談ほとんどないのでわかんないけど、確かにその
六本木かなんかのタワマンに住んでる25歳の、ガールズバーの女性が殺されてました、ね、事件だった人がありましたね。そういう男性も多いでしょうね、はい、アイドルとなんか一緒にやり取りしたら本気で好きになり抜いた雑誌みたいな、あ、どっちもあるんじゃないですかね。あ、ちなみに女性はなんかそのどうぞ、あ、どうぞもちさんどうぞ。あ、全然、あ、なんかその歯止めが効かなくなるとちょっと怖いなと思いましたね。なんかその、そうね、好きって気持ちでとどめて日常豊かになるぐらいだったら全然いいなと思うんですけど、うん、なんかそれが付き合ってるって勘違いしちゃったりとか、それは優しくする女性がいますよね。そのなんていうか嫌われたくないから優しくするとか、面倒くさいから優しくしてて、あまりにもひどいんで、うん、バンって切った瞬間ぶち切れるっていう。いや怖いですよね。怖い、気をつけて。まあ、それはともかくあと5分なんで。はい。全然まとまらないですね。なんか、うん、ちょっと思ったのが先ほどの続きなんですけど、はい、その女性でそういう相談って博士にするじゃないですか、はい、男性ってどこにしてるのかなと思った。あ、いや、うん、あの男性ってあんまり相談しないっぽいんですけど、うんうんうん、ただあの固有の専門家、僕にも相談することが来ることがたまにあるし、うん、あの他の女性の先生方に相談してくる人もいます、うん、でそれは知らないですね。誰かしてるのかもね、うん、あの本から興味が外れてますか。全然外れちゃってますね。なんかもう、なってますね。あと4分にちょっとまとめてとか、なんかこれだけは知っといてほしいみたいなのがあったりとか。ね、あの女性ならっていうやつなんですけど、その目標をまあ達成するために、あの自分で自分にご褒美あげましょうっていうことを言ってます。ああ、でもそれも聞くわ。モチベーションを上げるために、保つために。なんかバブルの頃からよく聞くもんね。スイート。でも女性好きですよね。自分にご褒美で、うんうん、理由つけたいだけですけどね。いや別にいいと思いますけどね、自分にご褒美、うん、まあ、頑張るために、そう、その目標を達成するためにこうちょこちょこ何かこう達成したら、うん、小さな目標を達成したら自分にご褒美を与えましょうとか言ってて、うん、あと身の回りを整頓して、精神的肉体的スペースを確保しましょうと思います。まあ確かにね。でもそうですね、机の上があなたの頭の中だよって言われますよね。はいはいはい、それを言われたアインシュタインが、アインシュタインの机めちゃくちゃ汚いんですよね、うん、じゃああなたの机の上、あなたの頭の中空っぽなんですねって。面白いみたいです。いい返したい。アインシュタインすごいなっていう。でそうですね、そういう風にパッと返せるところがすごい、うん、まあでも整理整頓されてた方がいいなと僕も感じるは感じるから、身の回りを整理整頓することは自分を大切にしていると宣言していることになります、うんうん、あとは成功する上で最も重要なことの一つは自分を取り巻く環境の主導権を握ること、うん、物人、うん、で物はコントロールできるけど人はコントロールできない、悪影響を及ぼしているものに気づきましょう、うん、あと身近な相手から影響を受けているから、うん、自分、私たちは、はい、だから、ポジティブな人と一緒にいるようにした方がいいです。ネガティブな人と一緒にいると影響を受けてしまう。類は友を呼ぶ的なやつなのかな、うん、いやそれは続いていくみたいな、結局同じような人たちがいつも集まってるみたいな、うん、それで言うと僕はあんまり良くないかもね。なんでですか。あんまりポジティブなこと言わない、大抵否定するじゃん。でもそういう風な回じゃないですか、この。そうだからすごく悪い回かもしれない。でも博士のおかげでいろいろいいことが、まあ、全部博士のおかげです、はい、本当に本当にだから来た。じゃあ OK、はい、じゃあ終わりますか。終わります。全然終わりました、はい、いやでは
録画を止めますね。こっちを止めて、止めて、こっちも止める。さようなら。